テイクさん企画っすか。そうだ。まさか。まさかね。それ。そんなわけないっしょ。本日やっていきたい企画はですね、はい、メンバーを漢字2文字で表すなら、はい、何？おー！メンバーだった。メンバーで順番に言って他の人が答えてもらいます。意外とみんなが思ってる一人一人のイメージってちょっと面白いんじゃないかな。これまたな、漢字2文字、漢字2文字、漢字がそもそも出てこない。ああ気合いとか、あ、熟語でいいですか。熟語です。あ、熟語なんですね。あ、これらが思ってるのも違うし、意外とこういう人なんだっていうのを分かってもらえるのかな。あ月のイメージ2文字でお願いします。ありがとうございます。いやー、たっきか。僕ははい、バン消えいですね。消えい、あ、どういう、どういう、どういう、勢いがあって、鋭い。私は達観。なんで消えんだよ。達観です。難しいことは使い出す。何が難しいことは使い出す。達観。僕はもうシンプルにヤサオですよ。僕は柔軟。ああ、いい。柔軟、まあ、っぽいね。その仕事とかもそつなく何かあっても対応できるし、はいはい、友達関係とも誰でも仲良くなれるじゃん。周到、周到ね。良い周到。まあ、細かいとこまで心意気とか心遣い、まあ、なるほど、なるほど。うん、今じゃ達観って一緒だね。だからね、まあ、ちょっと似てるんだよね。そうそう、それこっちに似てる気がする。せーの、柔軟です。そう、小島、小島目つぶってるわ。じゃあ、もう僕からいきやしまーす。はい、じゃん。あー、はいはいはい、楽観。あー、もう迷ったよ。迷った。うん、まあ楽観的。あー、もうそれに尽きる。はい、僕まんまもう天然。あー、絶対これ来るぞ。だから俺当たり前だけどつまんないかなと思ったけど、まあ、まあ、そう、これ絶対これ当たりがし来ると思う。アホ。アホ。あー、なるほど。アホ。アホか。そこ抜けだ。なるほど、そこ抜けバージョンね。なるほどね。そこ抜けだ。天才だもん、アホの天才。いや、もうアホだもん。俺は喋って疲れるもん。僕は奔放。これが大輝だと思う。もう全部、全員のが。ああ、まあそうだね。なんかまとめたの。自由、奔放、アホ、天然、なんか。これが大輝です。あ、エグゾジェンだ。揃って大輝です。揃って大輝です。以上です。はい、どれももう正解です。では、ターボーさん、俺、モモネと言えば、日本の漢字2文字お願いします。普通。なるほどね。でもこれでしょ。なるほど。ツイッターのプロフィールにも書いてるでしょ。なるほど、なるほどな。キョエさん、はい、俺、人情。めっちゃ優しいじゃん、こいつ。人情に溢れる、こいつは。溢れてるね。優しい、嬉しい、嬉しがってる。ほら、人情。意外だったのか。ごめんだよ。いや、俺めっちゃ上げて、さらに上げて。なんて書いたんでしょうか。無残。あ、ほんとね、残念って感じがしたんだけど。無残。当たると。なんで。いや、まあ、まあ、すべての能力、俺より低いかな。無残だ。もうすごい無残。急に。言葉合ってるかな。え、想像。どこがだよ。全然合ってねえ。なんか違う。いや、なんか違う、なんか新しいものを作る。そう、なんかいろいろ、なんかこいついろんなこと考えてさ、新しいものなんか持ってくるイメージがあるんだよ。無から作るのがこの感じだからね。あ、そうなの。そう、無からは多分違うと思う。僕は多彩。ああ、あ、嬉しい、嬉しい。俺びっくりしちゃう今。あ、多彩ってそういう字書くの。もうお前黙れ。まあ普通に多くの才能。ああ、なんかこれ本当はなんか宝の持ち腐れみたいな意味にしたの。浅いまでは言ってないと思う。でもポテンシャルは持ってるなって思う。これはだけど使いこなせてない。磨けてないんだよね。結果無残。結果ね、稲葉尻さん無残でーす。やめてくんない、それ。俺正義か。正義ですね。正義か、正義か。じゃあ揃いましたということで、はい、じゃあリボンさんから。はい、僕が思ったのは上昇。上昇。あ、常に常に上る。あー、俺すげ
あーってなっちゃうわ。まあギラギラして常にね、もうこっちしか見てないじゃないですか。家賃丸出しで、上しか見てねーみたいな。そう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 。で、想像がおっしゃってます。無残。いいこと、いいこと。想像がおっしゃってます。お前は無残にしたんだ、俺のことを。こいつ悪いな。こいつ悪いな。もうひどい。今、今日、すべて何しろ、無残。無残で。僕は、正義です。あ、なるほど。これは違う。いい意味です。正義で正義。だからまあ普通に何に対してもなんか、なんつうんだ、まあみんなの味方でとか助けてくれたりとか、応援してくれてるから、そのなんか心強いなみたいな感じ。なるほど。はい。なるほど。一瞬大ボケかと思った。気になりますね、達也さん。いやいや、俺普通ですよ。支配。支配だよ。悪口じゃん。この人目標をウォルトに貸したいらしいんですよね。ウォルトの上を行きたいらしい。もうそれはもう支配しとる。もうすべてを手に入れとる。こいつを超えるものはもういない。支配や。なんか愛ある言葉欲しかったわ、達也さん。はい、支配です。ありがとうございます。こいつ悪いな。やばい。はい、向上。あ、そう、やっぱりね、その行動心について乗って生きてるなっていう気持ちがね、これです。まあ、俺も割と真面目だけどね。帝徳ですね。え、帝徳、帝徳、どういうこと。 ST という名の船を引っ張っていくリーダーですよ。そういう意味だね。向上心のある支配者です。さっきは全部持ってこうとするこいつが。変なこと書くから。なるほど。ターボーさん、俺、最後忘れんなよ。お前最後。俺最後。はい、気になる。俺、滑稽。滑稽。なるほどね。こいつね、結構なんかしっかりものに見えて、実は根は結構ボケまくるの。ボケまくる、すげえお笑い好きのバカなの。滑稽かなと思ったよ。さつきさん。はい、くせ者。おお。あ、おーってあるの。いや、あるもんだよ。いや、曲がってるね。普通の人じゃ取り扱えない性格してるよ。ああ、そうかな。意外とこういうのはダメとか、これいいでしょっていうの急にダメとか言い出す。難しいよ。めんどくせえやつか。要するにあれね、クリエイター気質というか。まあそうそうね。ああ、想像。なんかあれだよ、達人系だよ。ああ、まあそれは難しいかもしれない。まあ俺はそこまで言ってないけど。まあいいですよ、まあいいですよ。俺前歯。ここで出るかなっていう多彩。ああ、ここで来る。そう、多彩だから変。あ、来た。はい、万世。あ、万世。ああ、万世の万世。これはあるかもしれない。ゆっくりと人よりちょっと遅く出来上がってきて。ああ、まあ確かに。ああ、確かに。でしょ。確かに。なるほど。遅いんだけど着実に進んでいってる。うん。いや、もうそれじゃん。これこれ、これマジで万世じゃん。前歯な万世。くせ者な万世。最後俺ですよ。川田恭平さん。川田さん、終わりましたね。はい。はい、じゃあ正義からどうぞ。ああ、愛嬌。愛嬌か。ああ、嬉しい。確かにね、ブスだけど。まあ、確かにね。ブスだけど、愛嬌はあるね。確かに。君は、接する人に、憎まれ、愛されるっていう。自分のこと結構かっこいいと思ってからね。大事。言っとくけど。大事。リモンさん。はい。虚言。あー、正解。あー、確かに。まあまあ、正解です。これしか。嘘吐くからね、俺。まあ、正解ですよ。はい。まあ、熟知。熟知。いや、なんかじゃあこれ意味で、なんか分野によってお前いろいろ詳しいことが多いじゃん。ああ、俺狭く深いタイプではある。確かに。はい、たつき。でも俺すぐ出たよ。怖いなこいつ。野蛮。ふざけてるやん。野蛮ね。あんだけね、ひょいさん上げといて。ちゃんと落としちゃう。ハーボーさん。僕はですね、偽物ですね。何？どういうこと？偽物。偽物。だからもうリボンとちょっと似てるよ。だからもう嘘つきすぎて本当のお前がいないって。ああ、深い。深い。なるほどね。深いな。勘違い。本当の俺って何でしょう。知らない、知らない、知らない。さっきお前が嘘つくんだよ。知らない、知らない。わかりません、それは。やべえやつだな、俺が。やっぱ。そうそう。お前一番やばいね。やばいさ。対等で。タツキとターボやっぱ全く知らないこととか今日出たと思う。うん。意外と優しいんだな、みたいな。ああ。意外と細かい人なんだな、みたいな。こういうの書いてるけどね。
そうそう、いや、そういう一面もあるけどみたいな。で、ターボはなんか思った以上にクセモノなんだ。クセモノっていう人なんだな。まあそうなのかな。終わり聞こえたね。皆さんもやってみてください。はい、これツイッターのプロフィールにしばらくこれにするから。無罪無罪の人。